こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスです。効率を大幅向上、ガンヘムト、高電子移動度トランジスタと題しまして、ガンヘムトの優位性と ST の製品を紹介します。こちらは ST の持つ高耐圧パワートランジスタの製品群です。今日までに ST はシリコンパワーモス FET、IGBT に加え、ワイドバンドギャップ半導体であるシリコンカーバイドモス FET を量産供給してきました。そして2020年より、もう一つのワイドバンドギャップ半導体である窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ、ガンヘムトの量産供給も開始しました。ガンという材料の構造的な特徴を説明します。一般的な単元素のシリコン結晶とは違い、ガンは原子番号31で3族元素であるガリウムと、原子番号7で5族元素である窒素で形成される、6方小径のウルツ孔構造をとる化合物半導体です。窒化ガリウム、またはガリウムナイトライドと呼ばれます。ガンという材料の物性的な特徴を説明します。ここに示すレーダーチャートにて、シリコンとガンの代表的な物性の比較をしています。ガンはシリコンと比べて、高い絶縁破壊電解強度、高いバンドギャップ、高い接合温度、高い電子移動度、高い飽和電子速度という物性的な優位性を持ちます。この特徴をパワートランジスタに活用することにより、高い耐圧、低い入力電荷、小型、高い電力密度、高い動作温度、低い導通抵抗、高い動作周波数を実現することができます。ST ではガンを材料としたパワートランジスタにヘムトと呼ばれる構造を適用しています。ヘムトとはハイエレクトロンモビリティトランジスタ、高電子移動度トランジスタを意味する略称です。ガンで作ったヘムトのことをガンヘムトと呼んでいます。ここに概略的な断面構造図を示します。ヘムト構造はガン結晶とアルミニウムガン結晶を接合させ、その界面にできる二次元電子合奏をチャネルとして電流を制御します。一般的なシリコンパワートランジスタと違い、ガンヘムトはチップの横方向に電流を流す構造です。今までに説明した性能的な特徴以外にも、この構造を適用することによって、パワー部と制御回路を一つのチップ上に集積しやすくなるというメリットがあります。ここでガンヘムトの低い出力容量と小さい入力電荷について説明します。開発中のディスクリートガンヘムトと同程度の耐圧と音程高値を持った最新世代および旧世代シリコンスーパージャンクションモス FET を比較します。表にある通り、耐圧は 600V から 700V の間、音程高値は110ミリオーム程度です。左の図にドレインソース間電圧 VDS を横軸、出力容量 COSS を縦軸に取った量対数グラフを示します。シリコンパワーモス FET に比べて、ガンヘムトの出力容量が大幅に小さいことが読み取れます。右の図に入力電荷 QG を横軸、ゲート電圧 VGS を縦軸に取ったグラフを示します。シリコンパワーモス FET では、ゲート駆動電圧である 10V に到達するまでに35ナノクーロン以上の駆動電荷が必要です。しかしガンヘムトでは、駆動電圧である6V に到達するまでに約5ナノクーロンという小さな電荷量で済みます。この特徴から、ガンヘムトは高いスイッチング周波数で動作するアプリケーションに適していることがわかります。次に、ガンヘムトの高速スイッチング性能について実験結果に基づいて説明します。実験には、左上の回路図にある 500kHz のスイッチング周波数で動作する共振型ハーフブリッジ LLC 回路を使用しました。先ほど示した開発中のディスクリートガンヘムトと最新世代スーパージャンクションモス FET をこの回路に組み込んで比較を行いました。右上の図にスーパージャンクションモス FET のターンオフ波形を、右下の図にガンヘムトのターンオフ波形を示します。スーパージャンクションモス FET では約75ナノセックのターンオフ時間がかかります。それに対して、ガンヘムトでは半分以下の35ナノセックと短いターンオフ時間になります。左下の図で 500kHz で動作した時の効率を比較します。横軸が出力電力、縦軸がガンヘムトとスーパージャンクションモス FET の効率差です。
50ワットから500ワットまでの出力電力範囲で、ガンヘムトの方が0.7%から1%程度高い効率を示します。こちらは ST が量産供給しているガンヘムト製品です。ST ではディスクリートのガンヘムトに先駆けて、ゲートドライブ回路や保護回路を内蔵したシステムインパッケージ型ガンヘムト製品を市場へ投入しました。世界初のハーフブリッジ型ガンヘムトモジュール製品、マスターガンです。9mm 四方の小型 QFN パッケージの中に、ガンヘムトのゲートを駆動するための周辺回路が内蔵されています。これによって電子回路の設計を簡略化できます。マスターガンの製品ラインナップがこちらです。650ボルト耐圧で、音抵抗は150ミリオームと225ミリオームのラインナップがあり、民生、産業用途に提供中です。また、マスターガンの導入をより簡単にするため、評価ボードも準備しています。左の写真はマスターガン単品の評価ボードで、右の写真はマスターガンを搭載した250ワットの LLC コンバータ評価ボードです。これらの製品や評価ボードの詳細については、表の右にあるリンクをクリックしていただくと、当社ウェブサイトの製品紹介ページに飛びますので、そこで閲覧することができます。最後に ST のガンヘムト製品のまとめをします。今後も新たな製品開発を進め、産業機器、航空宇宙、通信、サーバ、USB 電源アダプタなど、様々なアプリケーションにガンヘムト製品を提供していきます。電気自動車向けオンボードチャージャや、マイルドハイブリッド車向け DC-DC コンバーターなど、車載向けの製品も投入予定です。ガンヘムトディスクリート製品の詳細については、今後リリース予定です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。